井ちゃん。小豆島の漁師、濱家です。今日はですね、久しぶりに実家の方から、お伝えしております。で今日は京都の舞鶴の漁師 YouTuber、ラズルさんからね、またいいものをいただきました。こちらです。カワハギでございます。じゃあね、これを持って、また事務所の方に移動したいと思います。じゃあ行こう。はい、じゃあ行ってきます。波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている。ただいま。はい、そしたらドンパカ。いや、綺麗に梱包してくれてますね。ちょっと出していきます。よいしょ。やっちゅう袋から出す前にね、せっかくローソンの氷が入ってたんで、ちょっと氷を入れて。よし。いつもここにね、ウイスキーが眠ってるのをね、よく見てる人は知ってると思いますがね、これをちょっと入れたいと思います。ちょっと入れて、で、マドラーという名の端で混ぜる。で、サイダー入れようと思ったらサイダーないので、水入れます。わあ。で、すだちを切って、で、皮目を下に入れて、で、すだちで混ぜてポチャン。はい、すだち水の完成です。じゃあ今日はね、久しぶりにちょっとずつ飲みながらやっていきたいと思います。ちょっとずつ。はい、じゃあ続きをやっていきます。じゃあ全部開けていきましょう。で、見てください、この大きさ。20センチ近いんじゃないかなっていう立派なね、カワハギをいただきました。ありがとうございます。全部で5匹なんですけども、全部がね、20センチぐらいあって、めっちゃでかいです。で、こっちの世界では今9月20日ぐらいなんですけど、今の時期だったらな、こんな大きいのなかなかね、珍しいです。でもね、もっと珍しいものがこれのね、漁獲方法なんですよ。それがね、驚くべきものでした。まずラジムさんからの映像をどうぞ。はい、それではカワハギのね、驚くべき捕獲シーンを見ていきましょう。まず養殖されている岩ガキのですね、汚れとかをきれいに落としていきます。で、その出た汚れとか、まあ残りの牡蠣殻を粉々に潰してカゴの中に入れていきます。この中にはですね、さまざまな虫がいて、それがとある魚、カワハギの餌になります。で、養殖いかだの、海の中に沈めていきます。そして5分後に揚げます。5分後に揚げると、なんとですね、カワハギが入ってました。すごいですね。このカゴの中に入っている、まあ、虫とかをね、食べにカワハギが入るそうです。この漁獲方法だったらもう全くストレスもなくて、おまけにね、こんな大きなカワハギなんで、かなりね、高級なお魚だ、高級なお魚というか、まあ高級魚ですね。で、たくさん取れたのを僕に送ってくれました。ありがとうございます。概要欄の方からですね、ラジュンさんのチャンネルに飛べますので、皆さんぜひどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。驚くべきね、取り方だったと思います。僕結構ね、ハギ系はもう何回かやっていて、これどうしようかなって悩んだんですけど、今回は肉とね、ちょっとコラボしてみたいなと思います。ウニクってあるじゃないですか、あの肉にこうウニを乗せて食べるやつね。このハギの上質な生肝で、それをね、表現したら美味しいんじゃないかと思って、それに挑戦してみたいと思います。で、肝肉にするんで、いい肉を買いに行こうと思います。香川県で有名なね、オリーブ牛っていうのがあるんで、まずはそれをね、買いに行ってきます。はい、そしたら地元のスーパーに向かっております。じゃあ帰ってきました。え、てか冷えすご。はい、買い物も行ってきて冷えも逸れたということで、今回は肝肉丼と、もう普通のお刺身、この2品を作っていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずは米を炊いていきます。僕はね、基本的に米は1回しか洗いません。もうワンウォッシャーです。拝み洗いをします。で、洗えたら水を限界まで切って、2合まで水を入れて準備は OK。 よし。じゃあ容器にセットしてスイッチをオン。日に今日は松岡さんが来ます。松岡さんが今日は食べに来てくれます。
じゃあとりあえずこの一番大きいのを刺身で1匹置いておいて、であとは首をはねて、内臓を取り出していきます。もう見栄えも気にする必要ないんで、頭の方、ジャクッと落として、で引っ張って、ウマヅラと同じように、はいでいきます、取っていきます。すごいですね、肝パンパンだ、もうパンパンですね。何言ってんだろう。まあ、とりあえずこれを全部やっていきます。頭を、よいしょ。はい、じゃあ全部の頭を落としました。次にね、肝を取り出していきます。久しくやってないんでできるか分かりませんけど、一番大事なのがとりあえずね、あの胆のうを潰さないようにすること。おしっこじゃないんですけど、僕はおしっこ袋って呼んでます。でこうね、気をつけながら破らないように丁寧に取って、で最後この胆のうを、丁寧に取って、よし、OK、うまく取れました。てか1匹でこの量、ウマヅラハギレベルですよ。で頭を落とした場合も、頭ほとんどね食べるところないので、無理に食べなくてもいいと思います。で食べようと思えばこうやって皮を剥げば、全然剥いでいけるので、剥いでおきましょう。でこの剥いだ頭は僕の明日の朝飯の汁にしたいと思います。とりあえず気をつけながら全部出していきます。はい、じゃあこれで4つ取れました。もうね、お茶碗1杯分取れましたよ。すごいです。はい、じゃあ身と肝と、頭に分けることができました。次にボウルに水を入れて、で塩を加えて 3% の水を作ります。そもそも塩水がいいのか分かりませんが、まあいくらでも何でも塩水なんで、多分塩水がいいです。でつけて、なんかねついてるこの血管とか、これをね、取りたい人は取ります。ちなみに僕はね、魚介系の中でハギの肝が一番好きです。一番ね、やっぱ甘いから。よし、はい、じゃあ、大体綺麗に洗いました。で肝は一旦冷蔵庫に避難です。じゃあ次にですね、カワハギの名前の由来ともなっているカワハギのカワハギをやっていきましょう。どうしようかな、とりあえずもう尻尾落とそうか。尻尾落として、で尻尾の方から、パワーで剥いていきましょう。はい、こんな感じ。ただね、やっぱね、スッて抜けないんで、酢を味わいたい人は尻尾落として、で切れ込みをね、逆さ包丁でもいいから入れてあげてください。軽く下と上と、よし、もうそしたらね、いきますよ。はい、気持ちいい。まああんまり音が鳴らないんで微妙かもですが、よし、はい、じゃあこれで全部の皮が剥げました。でこれはね、腎臓を取って洗います。今のバンはね、空気袋が割れた音ですね。で洗ったやつはもう頭のとこに入れて、全部ねまとめて炊きます。よし、これで OK。 ね、ハギの身ってめっちゃね、味わいが上品なんで、やっぱね、こういうの子はね、肝と食べてあげないと、刺身でそのままだと物足りないと感じる人がね、多いかもしれません。で、炊いたりね、あの肉にする前に、先にこの巨大なやつをね、あの刺身にしたいと思います。うまい。で、せっかくだからね、姿作りっぽくちょっとやりたいと思います。ただどうすればいいんだろうってちょっと今ね、悩みますね。とりあえずくちばしを落として、よいしょ、でここも落としましょう。で先にちょっと皮をね剥ぎましょう。よし、いい、気持ちいい。いやー、でこの後どうしよっかな。とりあえずこの肝をね、さっき安全圏に出したいので、これを取っていきましょう。ここもこう斜めに切れ込み入れていこうか。でまず肝をね、気をつけて取り出します。よし、 OK。 で肝はね、さっきと同じように洗って置いときます。
でちょっともう反対も切れ込みを入れておきましょう。こうでいいのかな。で先にお腹を洗います。はい、じゃあ洗いました。もうエラはね無理に多分取らなくてもいいでしょう。そしたら水気を取っていきます。よし、まあ、頭がついてても一緒ですね。お腹は最後に取りましょう。ちょっと血が出てくるんでね、エラ取ります。はい、エラ取って水気も取れたらいよいよ三枚おろしです。うまくいく保証はございません。じゃあ入れていきます。包丁入れて行きましょう。このままもう腹骨を立って、奥行きましょうか。よし、はい、こんな感じ。やっぱね、油っ気はもう全部肝に取られてる感じがします。で反対やります。反対もこっちからいこう。ちょっとしたいと。よし、はい、じゃあ3枚におろせました。でこいつは一旦フェードアウトして、この子たちの腹骨をすいていきます。あ、硬いな。そういえばハギってすごい硬いんだったの。すいていく。よいしょ。でこっちも。でここまでいったんですが、ハギはですね薄皮がついてるので、この薄皮をね剥がないとね硬いので、ここまでいったらせーの、バスト。このバットとねバストをかけました。これで笑ったあなた沸点すごい低いです。じゃあ皮目を下にして、でここに血合い骨があるので、5枚おろし的な要領で血合い骨の横をこう包丁入れて、でシャッシャッシャッと、横に切っていきます。で横に皮を剥いだら、薄皮も取れて、バッチグーですね。反対も同じように包丁入れて、横引っ張っていきます。ゴジ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 、オッケー。横アングルから見るとこんな感じ。血合い骨を探して、血合い骨の下包丁を入れて、でそこまで行く前にちょっと斜めに切り替えて、横にシュッシュッシュッと。で反対も同じように、そこまで行ったら薄皮切っちゃったりするからね。よし、これはもうね炊くやつに入れとけばいいんです。これで無駄にはならない。それじゃあお皿を準備して、いよいよ姿作りです。どれにしようかしら。あえてこのちっこいので行ってみよう。あえてこのちっこいので行ってみます。もうめっちゃちっこいです。なんでこっちの方が大きいですからね。まあちょっと人参用意して、人参をね土台にしましょう。よし、上がる。よし、で串を刺して、よし、超斜めじゃ。でお皿にのせて、まあ、とりあえずのせ刺してみよう。でちょっとこの器じゃやっぱちっこすぎるんで、ちょっと変えます。よし、土台はこんな感じなんですけど、今日剣をねちょっと買い忘れたんで、どうしよう。で大根なかったんですけど、玉ねぎがあったんで玉ねぎでやっていきます。とりあえず玉ねぎを薄くスライス。で、じゃあ薄くスライスできたらほぐして、これをね大根の剣とさせていただきましょう。じゃあシソを切ってね、ちょっと並べます。まあシソをどうにかこうにか並べて、で先にちょっと、刺身をもね乗せましょう。じゃあまた追加して刺身を、乗せていきます。僕はね肝醤油より肝をね一つずつね、その刺身と一緒に食べる派なんで、普通にね切っていきます。一切れ一切れその肝と食べますよっていうのがね好きなんですよ。で切れたら肝を、乗せます。あとはこの人工の黄色とかですね、すだちとか乗せて、まあそれっぽく見せましょう。はい、そしたらウマヅラハギの姿作りの完成です。じゃあ次、炊いておきます。先ほどの洗った身を入れて、頭も、入れておきます。でまずお酒をいっぱい入れます。で水も入れて、
で次にみりんを入れます。なんか気がついたらこんなでかいやつ買ってたんですけど。で醤油をもう色味を見ながら入れていきます。まあこれぐらいですね。でちょっとね生姜買い忘れたんですりおろし生姜を入れていきます。で先に火をつけてとりあえず温めます。で軽く煮立ってきたらようやく砂糖を加えて、これで軽くなじませて砂糖を溶かします。これで落とし蓋をして炊いていきます。真ん中に穴くあった。じゃあ待ってる間にこの高級オリーブ牛を出して、でこちらのトレイに並べていきます。よし、それでねほんのちょっぴりだけ炙ります。もう本当にすぐ。よし、オッケー。で返して裏面もほんのちょっぴりだけ炙ります。よし、これで OK。 で表面を焼いたというだけの形ですね。まあ、もし、ご自身でやられる際は自己責任でお願いします。それでウマヅラハギの肝もねもう切っておきましょう。全部はな多分多いですね。まあとりあえず全部切っておきます。で余ったら余ったでね、どのお刺身と混ぜて食べてもねそのお刺身がめっちゃねレベル高くなります。よし、まあ粗くまあ削切りにしてお皿に戻しておきましょう。はい、これで肝の準備もできました。はい、それで煮付けの方も美味しそうにできました。まあでも松岡さんが来るまで時間あるんで、視聴者さんにいただいたこの白ワインをいただきます。まあ、コルクはね中に入ってるんですよ。コルクが抜けなくてもう中押し込んで別の容器に入れてますから。これで入れてますけど、よし、まあ優雅に待ちますか。で松岡さんがもうちょっとで来るってことなんで、もう入れておきます。なかなかにね美味しそうですね。であの肝もね炊いたらうまいんですよ。よでお汁を注いで、はい、カワハギの煮付けの完成です。じゃあもう米もね準備しておきます。僕は米はねそんな別にほぐさないタイプです。まあ、秘伝の寿司酢もねちょっと入れておきましょう。よし、これで米の準備は OK。 それじゃあ肉を出して肉を並べていきます。ぴったりや。よし、ごめんください。はい、どれだ。どうぞどうぞ。お待ちしてました。あ、こんにちは。久しぶり。じゃあ続きの盛り付けお願いします。え、続きの盛り付けお願いします。急に。うん、これ何これ。オリーブ牛の肉丼。へえ。に今日はこれです。あの何と思う。肝。そう、カワハギの肝のしちゃう。うん、贅沢だね。好きな感じで真ん中に。それもこうでしょ。しかないですね。こうでしょ。うわー、お花みたい。ネギとかいりごまとかもあれば。もうそれもこうでしょ。うわ最高。いいんじゃない。ごまは、ごまはパラパラっといっちゃう。いっちゃう。来て何もわからない。わけのわからん。面白いけど。そこやもんな。何の説明もなしに始めたからさ、まあ、リアリティがあっていいかなと思って。はい、オッケー。ありがとうございます。できました、肉肝丼。じゃあ小鳥お願いします。はい、じゃあできましたんで。小鳥。小鳥。まだあります。何があるんですか。冷蔵庫に。冷蔵庫。あら、これですね。それです。これですね。それですよ。はい、小鳥。はい、それでは、ラジュンさんのカワハギを使った3種肝肉丼煮付け、それと姿作りです。それじゃあかけよう。始めようか。
それじゃあ松岡さんよく来てくれました、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。そうだ、あれを持ってきます。はい、あれね、あれです。はい、せーの、ゴールデンタイム。あ、覚えとったよ。覚えとる。ちょっと忘れとんかなと思って。俺言えんかって。覚えてますよ。ありがとうございます。じゃあどうぞどうぞ。あ、すいません。じゃあありがとうございます。飲んでますか最近？ありがとうございます。この間の日曜日に大宴会しましたよ、うん。じゃあまた二日酔いで。そうです。月曜日死んでました。それじゃあ乾杯。乾杯。はい、お疲れ様です。じゃあまずこちらの姿作りを。あ、お刺身から。はい。いいんですか僕。あ、どうぞ。もうお客様ですから。いただきます。これ。のしちゃって、これ大丈夫？大丈夫じゃない。はい、結構脂がね。うんうん。いただきます。あいや、すっごい甘い、うん。めっちゃ甘いんだけど。めっちゃ甘いよ。キムがめっちゃ甘い。じゃあ僕もね、この2枚ぐらいつけて。贅沢ですね。いただきます。やばくないこれ。口の中入れた瞬間に肝が甘いんですよ。とりあえずもうめっちゃくちゃ美味しい本当に。じゃあ松岡さん、身も甘いって言ったけど、はい、うん、この煮付けをちょっと食べてみて、うん、あ、でちょっと身が、うん、身がどうかな。なるほど、まあ、ちょっと甘辛くしとるから。はい、じゃあいただきます。いきます。うん、美味しい。美味しい。ハギだよね。ハギ、うん、ハギの身すぐ取れるんやね。ハギは食べやすいね。うん、じゃあいよいよ本番のこの、これはすごいよ。これはすごいよ。でこのかき醤油でいきましょう。はい、ぶちかけちゃっていいですか。いきましょう。わあわあ、すごい油で弾きまくってるね。じゃあどうぞ松岡さんから。僕から。じゃあもうこのここをね、これめっちゃ飯テロやん。これちょっとこうご飯に巻いちゃって。ご飯にじゃない。それ酢飯やから負けないかも。あ、いけた。でちょっとこうでしょ、うん、もう当然こうでしょ。あ、やばいやばいやばい、すごい。違います、こうでしょ。いや、それ以外ないですね。でちょっとわさびつけて、はい、これいただきます。はい、おいしい。肝もとろけるやん、すぐ、うん、でこのオリーブ牛もとろけるのよ、うん、だからめっちゃいい。めっちゃいい。いいけど、うん、肝なくてもいける。肝は肝、肉は肉でいった方が美味しいんじゃない、合うかもしれない、うんうん、じゃあ僕もちょっといただきますね。いや、うまいよ。いや、うまいのよ。僕は好き。あ、僕は好きね。うん、肝がただでさえ甘いオリーブ牛をさらに甘くしてるというか、僕は好きです。大丈夫、こっちの方が。こっちの方がっていうか、まあ肉だけもいいけど、これも大丈夫。この肝のっとってるのもめっちゃ美味しい。めっちゃうまい。普通の食事になっとるわ。うん、この間のやっぱ通角丼の方が好きや。そうやね。うん、やっぱ親子やもんな、ミート。そうやな。うん、うん、ミートミール、それはうまいでしょ。それは反則でしょ。こっちはほんまに普通にね、めっちゃまとまるな。まとまる。まあとりあえず感想としては、松岡さんは米と肉とだけのと、まあとりあえず別々がいいと。そうだね、うん、僕はまとわったらまとわったで美味しいと思いました、うん、っていうのは今回の結果です。はい、はい、じゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。送っていただいたラジュンさん、そして見てくださった皆様、本日もご視聴ありがとうございます。すっごい美味しかったね。すごい、うん、やっぱ一番ハギの中で上品かな、味わいは。ああ、そうだね、うん、うん、美味しかったです。美味しかったです。じゃあバイバイ、ありがとうございました。さあ